2020年9月14日その日にですね、東京地裁のいわゆる大法廷で全国部落長さん事件の証人尋問がありました。出てきたのはですね、原告側、解放同盟側の証人5人ですね。で、証人尋問ってどんな風にやるかっていうと、まず解放同盟側の弁護士から質問をする。ただしこれってね、ほとんどね、事前に出された陳述書に沿った内容なので、陳述書を見ればもう分かることなんですね、大体ほとんどのことは。だから陳述書っていうのは、まあ、あの裁判に深い関心を持つ人は、自転車のフォームでご連絡いただければ、まあ、個別にお見せしますので、興味がある方はご連絡いただきたいと思います。それでその後反対尋問っていう形で自転車の方から質問するっていう形になります。こっちはもうどっちかというと、事前に打ち合わせとかそういうものないので、かなりガチンコでやっていくんですけども、これね、自転車の側で、まあ、一人一人についていろいろ資料をね、こうやって集めて、で証拠書類っていう形で裁判所に提出して、で本人に見せながら、これは何なんですか、これは何なんですかっていう感じで事実関係を聞いていくっていう、そういう作業になります。で、尋問したのが5人でですね、ただいろいろ制約があって、閲覧制限が、申し立てが出されているので、法廷ではその本名を言わない、あとは部落の地名も出さないというね、変な制約があって非常にやりにくかったんですね。ただまあ概要を申しますとですね、まず出てきた方っていうのは大阪府の方が2人ですね、あと兵庫県と鳥取県、あと三重県、それぞれ1人出てます。それでね、全員に共通するところなんですけども、公務員であるかね、公務員であった経験がある、それも程度はいろいろ違うんですね。現在もその市役所の職員という方もいれば、以前市役所の嘱託職員だったとかね、まあ、一応正規の職員だったけども、今は引退したっていう方もいらっしゃいます。ただ共通するのはね、一度その行政の職員だったっていうことですね。で、全員に対して共通して質問したのがですね、解放同盟の支部はどこですかっていうことですね。で、これ前回もね、聞いたんですよね、前回の証人尋問でも。ただ今回になるとね、もうあんたには答えたくないみたいなね、感じでね、答えないっていうことに、そういう証人がほとんどでして、で、それで、じゃあその支部名っていうのは普段じゃあ秘密にしてるものなんですかって聞いたら、そうではないけどあんたには答えたくないみたいな。ただやっぱ本音としてはですね、解放同盟の支部名っていうのはもう大体の場合は童話地区の地名が入ってるんですよね。ただ今回の場合、伊丹とかね、あと、富田林かな、これに関してはまあ市の名前なので、それを出したからって特に支障ないはずなんですけども、ただまあそれ以外は部落の地名そのまんまっていうことが多いので、だからまあそういう現実をこの自転車側は突きつけたので、やっぱ解放同盟側もね、ちょっとやっぱこれまずいんじゃないかなっていうことがね、分かってきたんじゃないかと思います。ただまあ今頃になってね、その部落の名前を出して運動してきたのに、それを秘密みたいな扱いにするんだったら、じゃあ今までの部落解放同盟の運動って何だったんだっていうふうに思うんですよね。まあ僕は別に秘密じゃないと思うんですけども。あとはここでね、部落解放とかね、あとこういう解放同盟の集会の告知だとか、まあ図書館だとかね、インターネットで手に入るような解放同盟の出版物に、その原告のこの証人の氏名役職が載ってるものがあるので、それについて一つ一つ証人に示して、これはご本人で間違いないですかと。で、中にはその本人が自分の部落についてものすごく詳しく語ってるような、そういう文書もあるので、そういうのを見せて、これあなたが書いたっていうことで間違いないですかっていうことで聞いていくわけですね。で、まあその後にまた弁護士から反対尋問、また再尋問とかがあって、そこでまあこれに出てることについて、じゃあどう説明するかっていうと、いやそれはあくまでその時承諾を受けなんだと。で、見る対象者もまあある程度想定してやってるもので、そんな無作為に広めてるようなものではないみたいな、まあそういった感じの説明がされるわけですね。で、これはもう全部の証人に共通していることなので、そのあたりは特にまあ
説明はもう先ほどの通りでいいと思うんですけども、まずね、一人目の証人の人が、この人がですね、富田林ですね、ここはまあ通称若市って言われる部分があるんですね。でそこについて、例えばその公営住宅のすごくね、モダンな公営住宅があるんですよ。その写真を見せて、これ何ですかって聞くんですね。でもちろん証人は公営住宅ですって答えるんですね。じゃあこの公営住宅のある場所童話地区ですかって聞くと、やっぱ答えたくないっていうわけですね。で私がその1階のロビーというか、掲示板に貼ってある解放ニュースっていうのを見せてですね、これ解放ニュースっていうのはこれ何なんですかって言って、で解放ってどういう意味で解放なんですか、まあそんな感じで聞くわけです。でまあいろいろ答えてたんですけども、まあこれは結局童話地区住民に対するものなんですよねって言ったら、まあそうですっていう、まあそういう感じのものですね。だから、自転車側として何が言いたいかっていうと、やっぱりそのすでに公になってる出版物に、証人の名前役職載ってるっていうことと、あと部落についてもですね、もうそういう施設の存在だとか、まあ現地に行けばね、分かってしまうっていう状態になってるんじゃないかっていうことですね。他にもこの富田林については、その林保館の前にね、水平社宣言 の一部分が書いてあるとか、そういうのを写真で見せたんですよね。あとこの富田林についてはもう一つ論点があって、例えば大阪府の童話対策の資料だとかね、あと全国部落調査にも新道って書いてあるんですよ、部落の名前が新道。ところが明治時代の地図見ると、新道と南新道って2つあるんですよね、村が。で私ちょっとこれ調べて疑問に思ったんだけど、実は新道部落じゃないんじゃないかと、実は部落っていうのは南新道じゃないかっていうことで、これ明治時代の地図をこの証人に見せて、これ部落どっちですかって聞いたんですけど、これも答えたくないって言われて、ただ僕としては南新道で正解だと思いますよ。だから新道っていうのがその部落名として出てくるんだけども、実は本当の意味の新道っていうのは部落じゃないんですよ。新道っていうのは南新道なんです。部落っていうのは実は南新道なんです。だからそういうところでちょっと矛盾というものをね、追求したわけです。その部落名さらされたっていうけど、全国部落調査に載ってる地名っていうのはこれ部落じゃないんじゃないかと。あとはこの富田林に出身なんだけど、実は出身じゃなくて住んでるのは富田林なんだけど、出身は、高知なんだと。だからその高知からかなり若い頃に富田林に移ってきて、じゃあ、その差別されたっていう、まあそういうような体験を言うんですけども、それは富田林についてのことなんですよね。その出身地ではなくて。じゃあなんでわざわざ部落から部落に移ってきたかっていうところでね、まあそこも疑問なんで、まあそういうことも含みを含めて、そういうあたりも聞きました。うん。だけど、やっぱりね、あまり答えたくないみたいな感じでしたね。あと、次ですね、すごくね強烈な方もいらっしゃいまして、兵庫の方ですね。兵庫の方、この方もまあ一時期市役所の嘱託職員なんですけど、まあそれはあんまし重要なことじゃなくて、ものすごくねバリバリ部落解放運動してたんですよね。で昔の、資料なんか見るとね、もうこの人がね絶権投稿とか同盟休校とかね、あと部落民宣言についても書いてるんですよ。だから私そのことについても突っ込んだんですね。絶権投稿って何ですかって、同盟休校って何なんですか、部落民宣言って何なんですかって言って、まあそれで聞くんですけど、もう臆することなく答えてましたね。絶権投稿っていうのはこのまあ自分がその部落の人間だっていう、子供だっていうことをね、やっぱ誇示するわけですよ。で同盟休校っていうのは石川さんですね、狭山事件の石川さんをその、まあ、有罪にしようとしてることに対してね、裁判所に抗議するためにみんなで学校を休むと。で部落民宣言っていうのは、自分は部落出身ですっていうことをこう、ね、皆さんに言うと、学校でもう小学生からね。でじゃあそういうことをやってたのは童話地区の子供だけなんですかって言ったら、はいっていうわけですね。でこれまあ自転車側は何を言わんとしてるかっていうと、じゃあそういうことをねやってて、それで部落の場所をね隠そうっていうのが、それおかしいんじゃないのと。そういう部落の名前とかね、誰が部落出身かっていうこと、そういう長らくそういう扱いだったのに、今更隠そうっていうのはおかしくないですかと。
それで、いや、じゃあこれそもそも自主的にやったことなんですかと子供が言ってて、まあ自主的にやったって言うんだけども、小学5年生6年生からやってるんで、小学生がそんな自主的にやるっていうのが考えつかないんですよね。やっぱり保護者とか先生とかが言われたらもうやらざるを得ないんじゃないかと。それでいつ頃までこういうことをやってたかって言ったら12年13年前、だから2008年の頃だから、そんな大昔でもないんですよ。21世紀に入ってからもやってたんですよね、まあそういったことを質問しました。あとなんか部落解放労働事業団とか、こういうの、あ、部落解放労働事業団ってこう伊丹にあるんですけども、これはね、なんか童話枠とかそういうのをやってる組織なのかなと思ったら、そうでもなくてですね、これは案外そんなまがまがしいものではなくて、いわゆるその童話地区のまあ銭湯だとかね、あと清掃作業とか、よく田舎だとね、これ部落に限らず自治会なんかにそういうのをね、市役所が委託したりするんですよね。で、多分そういうあたりやっぱお金の流れなんかでいろいろトラブルがあったから、ちゃんとそういう団体を作ってやってるのかなと。そういう、あの銭湯、公営浴場の運営とか、あと地域の草刈りなんかですね、清掃とかですね、だからそういったもので、そんなにそのまがまがしい団体でもないっていうことが分かりました。あともう一つはね、吹田市、吹田市といえばね、吹田二中事件っていうのがあって、それで光明町っていうね、部落の名前がもうちょっと悪名を轟かせてるんですよね、これ。この部落関係のことを詳しい人は知ってると思います。吹田二中事件、解放同盟の、光明町支部がいわゆるその、まあ、学校教育をめぐって暴力事件を起こしてるんですよね。でそれについて証人に聞いたんですよ。まあそういう事件があったのはまあ知ってるそうなんですね。で、じゃあその時のね、吹田光明町支部っていう解放同盟の支部があるんですけども、それは今その証人が入ってるものと同じなんですか、継続されて今も続いてる組織なんですかって言ったら、そういうことなんですよ。だから暴力事件を起こしたような組織が今も続いてるっていうことで、じゃあそれでやっぱしね、今でもその光明町といえば柄が悪いとか、なんかいろいろ教育上問題があるみたいなことが言われて、まあこの証人本人が言うには、そんな過去のことをね、いつまでも今でもあるように言ってるって言うんだけども、ただそういう事件を起こした組織っていうのは今も続いてて、そこに党の本人が所属してるわけですね。だからまあ私が言わんとしてるのは、それおかしいんじゃないかと。そういう事件を起こしてね、その組織が存続して、その組織に属してる人間がそんな昔とは違うっていうのはおかしいんじゃないですかということですよね。言わんとしてることは、これはまあ裁判官には伝わったと思います。あともう一つはですね、これ、これ次は4人目ですね。これはまあ、倉吉市。これ、もうこれは今でも現職の、倉吉市の職員で、で、その、倉吉市役所での職務とね、解放同盟の活動っていうのはすごく密接に関わってるような人なんで、もう名前言っていいと思うんですよ。下吉さんって人ですね。で、この人に対して、まあ、最初に聞いたのが、これも結構ね、裁判官もうろたえた子なんですけども、この人はね、インターネット上にも出てる浄土真宗大谷派の解放にこれが出てて、それでそこにね、六条寺と、上福寺ってお寺の名前が出てくるんですね。ですみません、これね、以前の動画でもやったんですけど、その時僕炎上寺って言ったんですけども、やっぱしね、六条寺だそうです。これ正しい読み方は、なんか地元の人もね、あんましこのお寺の名前ちょっと正しい読み方を知ってる人がどうもあんましいないみたいで、正しくはやっぱ本当六条寺だそうです。ごめんなさい、やっぱ緑だからね、六ですよね。でこの六条寺と上福寺っていうのは、まあ、現地研修会っていうことで、現地研修会っていうことで、その解放に出てくるわけよ。現地研修会。じゃあ現地ってどういう意味の現地なんですかって言ったら、まあそこはやっぱり部落と関係あるわけですね。で、ぶっちゃけ聞いたのが、じゃあこの、六条寺と上福寺っていうのは鳥取県の部落とどう関係があるんですかと。まあそこでいろいろとね、解説が始まるんですけども、まあやっぱり、江戸時代にね、鳥取県の部落の住民は、その2つの
まあ、最初に、六条寺の檀家になって、で西部の方はあまりにも六条寺が遠いので上福寺っていうのは分かれたんですよね。でそういった経緯があるということを説明されて、じゃあぶっちゃけた話、その鳥取県ではそのあなた どこのお寺の檀家ですかって言ったら部落民かどうか分かっちゃうんじゃないですかっていうことを言ったんですね。もうこれはね、裁判官も結構ね、いやそれ聞くかっていうような感じで、でそこに対してはもう答えたくないっていうわけですよね、下吉さん。まあそれは答えたくないっても分かるんですけど、もうぶっちゃけそうなんですよ。あのなそこで僕もいろいろね、これこんなの放置してるのおかしいんじゃないですかって僕は聞いたんだけども、まず前提がその分からないっていうか、答えられないか分からないってことだからっていう言うんだけども、ただまあ証人本人がね、自分もその六条寺か上福寺の檀家だっていうんで、これやっぱ事実だと思うんですよね。だからまあ僕は言わんとしてるのはですよ、このまあ倉吉氏の方ね、最初にですね、まあ、その陳述書の中で、童話地区 その、まあ、僕は作ったんだけど、その鳥取県 その童話地区の集会所を元に作ったその鳥取県内のブラックマップについてね、その身元調査につながるとかね、そういうことであれこれ非難してるんだけど、この鳥取県についてはこの六条寺上福寺問題の方が大きいんじゃないかと、これすごい強力なんで、そのまあ、ちょっと話脱線するんだけど、皆さんそのあなたあの例えば仏教の人でね、あなた宗派どこですかとかね、お寺どこですかって聞かれて、それね答えない人って僕見たことないです。みんな普通に答えるんですよ。ああうちはあそこのお寺の檀家だとかね、うちは浄土真宗だとか、うちはあのなんだっけ真言宗だとかね、普通に答えるんですよ。まあそれ普通の感覚なんで、宗教ってね実は面白いところだって、そういうセンシティブなものじゃなくて、やっぱし信教の自由っていうのはやっぱし自分がじゃあどの宗教を信じてるかっていうかね、まあ信じてる信じてないっていうのは、まあ程度の問題あるんだけども、そのどういう宗教に属してるかっていうことをタブーにするっていうのはむしろ信教の自由に反するんですよね。やっぱし歴史から見ると、その隠れキリシタンとかね、まあ、今でもイスラム教 その国なんかでだとね、イスラム教徒以外の人はその自分の宗教を隠したりしないといけないっていう状況があるみたいなんですよ、それ政教一致の国ではね。だからどっちかっていうと、その自分の宗教を隠さないといけない状況の方がね、その反人権的っていうことなんですよね。だからそういう意味では、まあ、日本っていうのは信教の自由が保障されているんです、保証されてるので、だからこそ普通にみんな、ああうちはあそこのお寺の檀家だよって言うんです。だからそれも鳥取県でもね別に同じなんですよ。それはあまりね、そのお寺どこのお寺って聞くのタブーっていうね、そういう感覚ね僕自身はあんましなかったですね。ただ年取ってる人はやっぱし上福寺円寿上福寺六条寺って言ったらもうあれだっていうような認識はあるみたいで、だからこれもう身元調査どころの話じゃないのっていうことを僕は言わんとしたんですね。だからその前になるとやっぱ裁判官もちょっとそれ記録に載せていいのみたいな、そういう感じのことを言ってましたね。あと天神の回伝部落っていうのがね倉吉にあって、それについても聞いてみたんですけども、天神の回伝部落っていうのはこれは新しい部落なんですよ。大正以降に例えば倉吉だけじゃなくてね、あちこちの部落から人を集めてきて、天神野っていうね、倉吉の天神川沿い その荒れ地を開拓したっていうことがあって、その時に新しい部落ができてるんですね。それはもう本当に新しい部落です。だからもともとその江田村だったところじゃないところですね。でそれについても聞いたんですけど、やっぱ知ってましたねこの人は。ただその鳥取倉吉の人に関しては、まあ、そういう新部落じゃなくても昔からの部落だということなんですね。あとは倉吉の、まあ、じゃあ職員として何をしてたか、まあ、ぶっちゃけねその解放同盟の活動と倉吉の職員としての活動っていうのがちゃんと分離できてなかったんじゃないかっていうことをね、聞いてみたんですけども、いやそれはちゃんと分けてるっていうふうに言うんだけども、まあそこをどこまで信じられるかですね。もう本人ももう言ってたんですけど、もう昔からずっとその童話関係の部署にいると、ね、もう何十年も
その人権とか動画関係の部署にいるわけですよ。でこれってすごく不自然なんですよね。大体その行政の職員だとやっぱ同じような部署にずっといるとやっぱり汚職とかね、そういうあとはまあ特定の地元の人との癒着とかそういうことにつながるので、やっぱり部署をローテーションするわけです。ところがこの下吉さんに関してはずっと同じような部署にいると。でしかも人権等は関係ずっとやってて、しかも解放同盟の役員で、まあ、本人は解放同盟の活動とそれと他はその市の職員と市の活動を分けてるって言ってるけども、まあ果たしてそれを額面通りに取れるかっていうことですよね、他のことと比べて。で倉吉の人権文化センターの中には解放同盟の事務所があるっていうことで、これ昔のことじゃなくて今もあるみたいなんですよね。だからなおさらそういう状況だったら、これ市の職員としての職務と解放同盟の活動が別っていうのはこれおかしいんじゃないのっていうことですね。だからそういう状態で、じゃあその解放同盟の役職とか自分の名前っていうのは秘密っていうのはそれはおかしいんじゃないですかと、公的な立場でそういった活動をしててね、というのがまあ私の言いたいことです。そして最後、これはね、宮城県伊賀市、八幡地区っていうところですね、これ映像はやってないですけど、ブログの方でブラック担保で八幡地区行ったんですけども、ここはまあ地方都市労働型のブラック、結構大きなブラックですね、そこの人なんですよ。この人に対してはね、やっぱりもうズバリ一番聞きたかったことがあったんですよ、うん、この人まあ、証人尋問最初の方で、まあ、家にというかその三重県の解放同盟にアイスピックが送られてきたとか、まあ、いろいろ嫌がらせの手紙が送られてきたっていうふうに言ってるんですけども、じゃあそれがじゃあね、そのこの自転車とじゃあどう関係あるかっていうのは明確に言わないし、でやっぱしやり口っていうのがね、普通の人の家にねアイスピックなんて送られてこないんですよ。だから僕最初に聞いたのは、その暴力団とかそういう反社会的組織と関わったりはしてなかったですかって僕聞いたんですよね。まあそれについて、まあまさかもちろんね、入っていいわけがないですよ。それはもちろん否定してましたよ、うん、だけどやっぱりね、そのアイスピックが置かれてきたとかそういう話になるとやっぱりそういうことを疑ってしまうわけですよね。であとはこの人なんか恨まれてるんじゃないですかと、恨まれるようなことしてませんかっていう意味で、これ結構確信をついてきたんですけども、まあこの話ね、もう裁判に限らずまたいずれやっていこうかと思うんですよ。実はこの八幡地区でね、疑惑が生まれてるんですよ。疑惑というかもうほとんどもうこれ本当のことじゃないかなと思うんだけど、まあ関係する証拠もあるんで、その実は八幡地区っていうところにね、駐車場があるんですよ。市営住宅の、まあ、住民が止めるためのね、駐車場がいくつもあるんだけども、まあ、市営住宅の駐車場だから、普通だったらこれ市が運営してるのかなというふうに思うじゃないですか。で、住民もそう思ってたわけなんですよね。ところがある時、なんかね、告発めいたものがあったそうなんですね。いや、実はね、その、ブラック解放同盟とその自治会が、伊賀市と約束をしたと、その土地をね、年間48万円で借り上げて、地元の自治会と解放同盟がですよ。でそれでその駐車場の運営を解放同盟と自治会がやってると。ところがですよ、すごいおかしなのは、でも実際は運営というかその会計作業とか八幡会館林保館の職員がやってるとね。でなおかつその年間の借地料が48万円って言うけども、どうもね、こう駐車場のね年間の収入っていうのがこれ、まあ、46万円のところじゃなくて、700万円とかね、そういう金額になるっていうんですよね。で700万円の収益が上がる駐車場を46万円で貸してるんですよ、伊賀市がね。自治会とその解放同盟で八幡管理組合っていうその組織を作って、そこは駐車場の運営をしてるってことにしてるんだけども、
それで余剰金ね、いろいろ経費を差し引いて余ったお金があったら、それを自治会と解放同盟で分配するという、まあそういう密約をしてて、で、まあ実際自治会にお金が渡ってると、駐車場の収益が、うん、本来これは市の収益にならないといけないはずのものなのに、それが自治会に入ってると。で、じゃあ解放同盟に入ったお金はどうなのかっていうと、実は解放同盟の支部の大会でそれが報告されてないっていうんですよね。じゃあ解放同盟に分配されたお金はじゃあどこに行ったの？それはもうじゃあ誰かの懐に入ってるんじゃないですかっていうことで、まあそういう質問をですねするともう関係ないんじゃないかにみたいにふうに言われるんだけども、まあ僕としてはね、そのアイスピックだのなんだのっていう話が出たんで、それは恨まれるようなことしてるんちゃいますかっていう意味で僕は聞いたんですよね。それでまあ裁判官も続けてということで、まあ聞いていったんですね。で、ぶっちゃけね、ここで分かったのは、うん、この人ね、解放同盟のまず支部長ですよね。で、それと自治会の会長を兼ねてるんですよ。ただその駐車場の管理組合に関しては別の人だって言うんだけども、ただ管理組合っていうのはその解放同盟支部と自治体が共同で作ったものなんで、実質的にもこの人が一人で思い通りにしてるんじゃないかと。ただ駐車場の収益に関して分配したっていう事実はあるんだけども、今はしてないと、うん、じゃあ分配する約束っていうのはじゃあなんでそんなことしたのっていうことになると、いやそれは伊賀市の職員からね、こうしたらいいんじゃないかみたいに提案されたみたいなことを言うんですよね、うん、でこれについてなんですけども、まあまだわからないことはたくさんあるんですけども、まあ、本人の言ってること、うん、100% 信用はできないけども、ただね、伊賀市から言われたってありえるなって思うんですよね、この童話に関してはね。大体この童話関係の不祥事っていうのはね、大体公務員が関わってるんですよ。その役所の方がもうなあなあでね、許しちゃってるっていうことが多くて、例えば、まあ、飛鳥会事件とかいろいろ童話関係の事件他でもあるんだけども、やっぱ、市の職員、行政の職員っていうのも結構噛んでるんだよ。ただこれやっぱ行政の怖いところでね、最後はもう民間人に全部罪を追っかぶせるっていうパターンなので、大体最後はね、飛鳥会事件とかあの辺も相当役人が悪いことしてたと思うんだけど、そういうのはもうなかったことにされるという、まあそういうことになるので、だからまあこの人もそういうことを警戒してその市の職員が関わったっていうのを言ってるっていう考えもあるんだけど、でも実際にあったんじゃないかなというふうに僕は思います。まあこの件についてはね、またブラック探訪で、ブラック探訪というか、まあ現地行って調査っていうこともやるかもしれないんですけども、まあ今回の裁判の流れとしてはこういったものです。で、次回は、9月28日で、もう一人ね、福岡の方がこうコロナ絡みで遠隔でやりたいっていうのがあって、でそれがね、ちょっといつになるかわかんないです。11月中におそらく行われるんじゃないかと思います。そしてね、またちょっと変なサプライズなんですよ。裁判官が、次回は別の裁判官になります。もう最後の最後言われたんですよ。裁判官はね、いや自分も予想してなかったんだけど異動になったと。まあ、でもこの時期の異動ってかなり不自然なんですよね。年度の途中だし、で裁判もかなり中途半端な場所なんです。中途半端なんですよ、証人尋問の途中っていう、こんなところで移動させるかっていうので、まあ裁判官もね、まさかこんなとこに移動が来るとは思わなかったって言ってたので、まあこれ何かしらね、最高裁あたりの意思が働いたのかもしれないですね。ただ裁判官が変わるってなると、新しく来た裁判官ってまたこう、この資料を読み直してね、で判決文もまた作りかけのものを作っていかないっていう、まあ、前任の裁判官が作ったものをまた自分で読み込んで作っていかないといけないっていうことになるで、なるのでかえって大変だしね、下手したらこれまた裁判長引いてね、年度内に終わらないとかそういうことになってしまうんじゃないかっていう、ちょっと嫌な予感もしてるんですけど、まあとにかくね、裁判官が変わるっていうねことがあります。はい、ということで今回の裁判報告でした。